無理なら正直に言って。俺じゃ、ダメ。ダメ。BL スキップ。我が輩は普段子である。地雷はまだない。どこで転んだか、とんと見当もつかぬ。昔、大ハマりしていた漫画を検索していたら、そういうものにたどり着いたことだけは記憶している。まあ要するに、男と男の恋愛物語、いわゆる BL が大好物で、空きコマに空き教室で隠れて BL 摂取するのが楽しみな大学生だ。菅原、何読んでるんだ？昨日届いた新刊。小説？漫画はお前にバレて懲りた。こいつは永瀬。俺が隠れ普段子であることを知る数少ない人物だ。もう一人、岩谷さんという不仲間がいる。時々この空き教室で推し本交換会をする。自己犠牲型受けが好みです。その岩谷さんに借りた BL 漫画を隠れてニヤニヤしながら読んでいたところを目撃されたという、なんともしょっぱい出会いがきっかけで仲良くなったのだが、読んでみる？いや、いいや。別に永瀬は普段子というわけではないが、我らが大好物、恋愛対象が男のイケメンなのである。俺のことは気にせず読んでていいよ。俺も課題するから。ふばれした時の俺があまりにも死にそうな顔をしていたのだが、いや、その、それは、落ち着け。大丈夫だ。大丈夫。自分も同じだという意思表示で俺に教えてくれたらしいが、今まで誰にも話したことがないというその秘密を打ち明けた時のこいつの方がよっぽど死にそうな顔をしていた。俺も、その、男が恋愛対象だから。そうまでして俺のことを気遣ってくれたなんて本当にいいやつだと思う。だから萌えとか関係なく、友達として永瀬の恋を応援したいと思ってる。そういえば永瀬はどんなやつがタイプなんだ？いつも俺の萌え話ばっかりしてるから、お前はどうなのかなって。ああ、いや、言いたくないなら別に無理には聞かないけど、ただ俺は永瀬に話せていないことがある。いや、その全然そんな言いたくないわけなんかじゃなくて、友達とこんな風にその恋バナできる日が来るとは思ってなくてすごく嬉しくて。菅原、大丈夫か？大丈夫。あまりの萌えと申し訳なさで心臓が痛く。心臓？救急車呼ぶ？いつもの発作ですので。俺は普段子で BL 大好きだけど、恋愛対象は女の子なんだ。ちょっとした勘違いなんだから、さっさと訂正すればいいはずなんだけど、仲間がいてくれて嬉しいと喜ぶ永瀬を見ていると、どうしても言い出しづらくて今に至る。よくわからないけど、元気ならよかった。優しさがしみる。母さんから。いや、めっちゃ伸びてるじゃん。永瀬も見る？うちのヌコ、可愛いがすぎる。いいの？見る見る。お、食いついた。猫好き？この子さ、父さんにだけ懐いて、俺には超ツンなの。まあそこも可愛いんだけどさ。好き。マジで？もっと見る？うちの子自慢のチャンス。この人、菅原のお父さん。もっと見たい。かっこいい。理想の根源。そっち？まさか好きなタイプって結構な年上？
マジか、マジか、マジか、マジか。俺はどうすればいい。俺だけは何があっても永瀬を応援しようと思ってたのに、よりにもよって父さん、しかも愛妻家を好きになるなんて。あ、いやでも略奪愛はないから諦めるので安心してほしい。お前の家族仲を壊すようなことは絶対にしないから。な、永瀬ー、 お前ってやつは、うん、俺お前の恋は応援するって決めてたのに。ま、え、なに、ごめん。20年もすればお前もあんなイケオジになる可能性があるのでは。え、先行投資ってやつだな。あんなイケオジと付き合えるなら20年待つなんて余裕。待って、俺の意思。15年間誰にも言えず報われるはずがないと諦めていたことに比べたら。なあ菅原、俺のことをどう思ってる。え、菅原は唯一本当の俺を知ってくれて、それでもそばにいてくれる友達だ。うん、別に無理強いしたいわけじゃない。あ、大事にしたいんだ。無理なら正直に言って。俺じゃダメだ、ダメじゃないです。岩谷さん、あ、ごめんなさい、気にせず続けてください。ブチュッと。え、嘘、え、なんで。大丈夫、大丈夫だから、彼女は仲間、理解者だから、気を確かにね、岩谷さん。常々永瀬さんはどう受けたと思ってましたけど、永瀬かける菅原もありよりの大ありですね。岩谷さん、わかるけども。不祥子の岩谷、全身全霊を持ってお二人を応援していく所存。岩谷さん、永瀬、ほらしっかりしてね、ほら、ちょ、もう気を確かに、あー、ちょっとね。 BL スキップ。 BL スキップは胸キュンだけを集めたボーンムービーのボーイズラブレーベルです。今回の動画お楽しみいただけましたか？胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。